たしてモーニング娘。福村は逆転することができるのか。誠さんに勝ってつんくさんに報告します。つんくさんがちょっと何それって。これはちょっとプレッシャーか、ね、うまい。まもなく難所です。量が多いもんね、うん、こちらも順調です。ノーミス。うまい。フルコンボ対決なんてことになるんでしょうか、ね。うまいですね。落ち着いてます。これは決勝にふさわしい。おすげえ。なんと再びフルコンボを達成したモーニング娘。福村瑞希。決勝戦にふさわしく両者フルコンボという超ハイレベルな対決。勝負の行方はより正確な打点で叩く量の数の多さで決まる。果たしてこのフルコンボ対決を制するのはどちらなのか。現役ドラマは敗れる。完敗ですね。正直びっくりしました、うん、勝敗を分けたのはやはり量の数。より正確な打点で叩いた福村の方が誠の得点を上回る結果となったのだ。というわけで優勝はモーニング娘。の福村瑞希ちゃん。福村さん本当にうまいな。すごいうまかったね。今回もうフルコンボまこちゃんが出した時にあれ優勝いけるかと。いや思いました俺もね。思ったんですけど敵は強かったね。敵は強いですね。いよいよこれはもうね、ミニ情報にあるように、うん、趣味のサイクリングに没頭するしかないまこさん。というわけで結果はご覧の通り、皆さんのワンダフォーな出来にびっくりです。